Hi there, viewers and gamers alike out there. Welcome back for more Sword Online, our Realization Deluxe Edition. I'm your acting hostess, Tim Austin Lawrence. Before we begin, I'm going to like, comment, favorite, and subscribe, and tell me what you guys think in the comments down below. Without further ado, let's get started. It's my tiny uncle Sinon here. Pretty good, Sinon. Yeah, it's worth it, Sinon. Yuki! Talk to you. Yes, you, Yuki. Chat boys for a moment. Okay, I made a slight error there. Went to the wrong gate. I'll teleport gate. So I'm gonna quickly correct that.
Let's return to town for now. Thank you.
That's what happens here. Hi, Strea. That's a lot of meat. I guess so, Strain. I guess so. Oh, see, I'm blessed. Yeah, I'm a band. See what's going on her.
さ。シノはどこかに行くところか。ちょっとレベリングにでも行こうかなって思っていたところ。一緒に行く？二人の方が効率も良さそうだし。そうだな。あ、よし、俺も付き合うよ。でも別に責めているわけじゃないの。むしろ感謝しているくらいなんだから。ねえ、初めて SAO で会った時のこと。Of course I do, Sinon. 忘れるわけないよ。なんせ突然シノンが空から落ちてきたんだから。あの時の私は記憶が曖昧になっていて、しばらく状況が理解できなかったのよ。シノンを心配して力になってくれていた。もちろんみんなにも感謝しているわ。でもあなたは私にあの世界での生き方を教え、生き方、剣の扱い方から様々なシステムのことまでいろいろと。そのおかげで私は SAO でも生き残ることができたんだと思う。だから感謝してるってこと。ゲームのことを何も知らない私に教えるのは相当大変だったでしょ。そうでもないさ。シノンはそんな未知の世界でも頑張って吸収しようとしていただろう。嫌だったのよ、何もできずにただそこにいることが。だとしても教えられる側の努力があったからこそ俺も最後まで諦めなかったんだと思うんだ。そう言ってもらえるとちょっと嬉しいかも。でもそれからは考えつかないくらいシノンは強くなったよな。強い？私は。さっきの戦いもそうだけど、そう真似のできない動きをしてたぜ。ねえ、じゃあ勝負してみましょうか。勝負？といってもデュエルをしようとかそういうことじゃないのよ。確かこの辺りに討伐クエストがあるはずだから、どっちが先負けた方が相手の言うことを何でも聞く。決まりね。それじゃクエストを受けに行きましょう。Sam, you're amazing. お世辞なんていらないわよ。本心だよ。シノンの動きを見ていて思ったんだ。単純な武器の扱いだけじゃなく、立ち回りや敵との間合いだったり、いろいろな面でシノンの実力は波じゃないってわかるよ。言い方を変えると立派なゲーム配信。ちょっと、それは褒め言葉として。でもそれくらいゲームにかける努力が伝わってくるってことさ。まあいいわ、とにかく強くなっているのならそれでいいの。けどやっぱあんたの強さは異常ね。ゲーム配信の私でもまず褒めてないよな。どうかしらね。俺の場合シノンに比べればゲーム歴もだいぶ歴も長いしな。それだけじゃないと私は思う。というと？大ブレキとかセンスだけの問題じゃない。死と隣り合わせの世界に生きた人の
本当の強さっていうのかしら。本当の強さか。私が SAO で助けられた時、守るって言ってくれたわよね。ああ。もちろんそのことは嬉しいし、どこかであんたに期待している自分もいるわ。だけど、このままなのはダメだと思うの。十分強いって、そう言われてもか。私に必要なのはこの程度の強さじゃないの。早く本当の強さを手に入れないと。でも、もしシノンが限界を感じたら、迷わず俺のところに来てほしい。シノンが辛い思いをしているなら、俺が絶対に助ける。たとえそれをシノン自身が拒んだとしても。拒んでも。守るって約束したからな。今は気持ちだけ受け取っておくわ。それで十分。私も。さて、それじゃあ待ち。約束通り勝負に負けたから何でも。ああ、そっか。じゃあ前に買い物の途中でシリカが着ると似合いそうって。 I think that would look good. Really seen how I'm in a princess dress?It seems we are gonna stop here for the time being, and don't you worry, we are gonna continue to pick up where we left off, and thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, favorite, and subscribe, and tell me what you guys think in the comments down below. And we'll see you guys next time.